ゲストの皆様にご登場いただきます。夏樹役の渡辺真由さん、源氏役本庄雄太郎さん、本作の監督中村亮介監督です。どうぞ。はい、それでは会場に向かいまして、ご挨拶をしていただきたいんですが、早速ですね、夏樹役の渡辺真由さんから皆さんにご挨拶お願いいたします。はい、今回狙われた学園で夏樹役を演じました渡辺真由です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、源氏役の本庄雄太郎さん、ご挨拶お願いします。はい、関源氏役の本庄雄太郎です。緊張してますが、今日は最後までよろしくお願いします。本庄君は高校1年生ということだそうです。そしてこの作品を監督されました中村亮介監督、お願いいたします。監督の中村です。今日は来ていただいてありがとうございます。本庄君が緊張してるんで、おかげですごく助けられてます。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではここからは皆様にお話をちょっと伺ってまいりたいと思います。スチールカメラの皆様、後ほどフォトセッションの時間設けますので、一旦、ご休憩ください。お願いします。まず渡辺さん、はい、今回夏樹という役を演じてみて、はい、いかがでしたか？ですね、夏樹ちゃんはもうとにかく明るく元気で活発な女の子で、うん、すごく運動神経が抜群なんですよ。私はすごく運動が苦手なので、そこがちょっと夏樹ちゃんとかけ離れているなと思ったんですけど、でもそこはアフレコ中はなるべく私も夏樹ちゃんに近づけるように元気いっぱいに演じました。はい、とても感情表現が、ね、豊かな女の子でしたよね。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。そして本庄さん、今回賢治を演じてみていかがでしたか？僕は結構賢治をやるの楽しかったです。賢治は毎日なんとかなるよみたいな感じで楽しく生きているので、それがちょっとやっぱり僕と違うところなので、やっぱりそこを頑張って表現できるように練習してやって、それがすごく楽しかったので良かったと思います。性格は対照的って今おっしゃいましたが、本庄くんは結構几帳面で、さっきもお弁当の箱をきっちりしまってこの会場にね向かってましたよね。実際は几帳面な男の子ということですよね。あ、マイク持って喋りました。すいません。ね、ごめんなさい。ありがとうございます。そして監督、主演のお二人についていかがでしたか？そうですね、僕はむしろ二人の中に本庄くんは早くも賢治っぽいところあるし、渡辺さんの中には夏樹っぽいところがあるし、今ねお二人がした話とは逆なんだけれども、それぞれのキャラクターに近い部分ってあったんじゃないかなって思いますけどね。